はいどうも、イケボとカーボを合わせ持つシェルシーだよーということで、今回の動画なんですけれども、今回も YouTube の配信中にイエイの枠に乱入していくっていうのをやったんですけど、久しぶりに面白い黒歴史が聞けたので今回は動画化させていただきました。そしていつも通りしーちゃんの声を使って女の子だよっていう感じでね、枠の中に乱入していくんですけど、まあ最後は男だけどねやっていくっていう動画になります。今回もめちゃめちゃいい反応もらってますんで、最後までぜひご覧ください。こんばんは。こんばんは。ラムだっちゃ。ラムだっちゃ。あ、ラムちゃん知らない？かわいい。あ、ありがとうございます。誰歯磨いてる人？はい、メイです。メイか。お風呂入る前なので歯磨きます。あ、あのさ、このメイって人さ、男だよね。多分これ男だよね。え、どうなんだ。ちょっと待って、聞こうか。メイさんからこれ歯磨きしてんの？はい。ちなみにお二人はお知り合いなんですか？初めましてね。あ、初めましての？初めましての古い友人です。あ、どうぞ。やめてもらっていいですか？初めましての古い友人。ちょっと前に知り合いました。あ、そういうことね。メイ結構やってるんですか？いや、そんな頻繁ってことじゃないっす。ああ、なるほど。暇つぶし程度ね。なんかね、今学校でやらかしてしまった黒歴史っていうのを聞いてるんですけど、なんかあります？これ、小学校なんですけど。うんうん、面白そう。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ聞きたい。あの時って、6年前ぐらいか、YouTube とか入ってたじゃないですか。あ、うんうん。で、YouTuber になんか憧れたか知らないですけど、うん、YouTube の動画出したんですよ。あ、いいね。その動画の内容が、うん、今で YouTuber で言ったらヒカキンというか、はじめ社長とかいるじゃないですか。いますね。それの真似っていうか、うん、した動画を上げて、なんでか知らないんですけど、うん、その小学校全員でバレるっていう。うわー、確かに恥ずかしい。それはそれ一番やばいっす。冗談じゃないないわ、東京さんでランダム。あ、そうなんだ。え、で結構再生されたんじゃないんじゃ。そうそう、まあ、知り合いだけなんで1000回ぐらいっす。え、すげえ。いや、すごくないっす。最悪っす。あ、そっかそっか。確かにちょっと恥ずかしいですね。私もあの YouTube 動画投稿してますよ。あ、そうなんですか。そうです、 YouTuber です。いいっすね、 YouTuber。 本当にちょっと憧れてもらえる？いや、憧れてました。聖域展開って聞いたことないですか？聖域展開。聖域展開ちょっと聞いてもらえますか？では。はい、聞きます。聖域展開編成教区。あ、そういうこと。すごい。うわ、なんか見たことあるわ。あ、マジですか？何、 TikTok とかやってます？ TikTok も YouTube もやってます。やっぱり、なんか見たことあるっすよ。あ、マジだよ。え、すげえ。ありがとうございます。うわ、急に。ガチすごいよ。本当ですか？ありがとうございます。ちょっとずつ変えてください。ちょっとずつ変えるの？まあ、こんな感じで喋ってるんですけど、だんだん男になるってやつですね。はい、そんな感じのやつです。メイさんってすっげー気になってたんだけど、それ地声ですか？え、地声じゃないです。ちょっと地声で喋ってみて。え、ちょっと恥ずかしいんですか？クソおもろいやん。いい企画ですね。ありがとうございます。騙されましたよ。やった。女の子かと思ってた。あ、姉さん、それ地声？あ、そうです、これ地声。絶対地声で喋った方がいいよ。姉さん、ごめん、あの男の子の出す裏声にすごい聞こえてた俺。